皆さんこんにちは、ビールエージェント大林です。今回は大胸筋を効率よく鍛えるための3つのポイントをご紹介したいと思います。大胸筋といえばね、厚い胸板とかね、がっしりしたこう肩周りのこうラインを作ることができる筋肉なので、スーツとかね、 T シャツもかっこよく着こなせるようになりますし、何よりもトレーニングしている男性の方ってベンチプレス大好きな方多いですよね。そういう意味でこう大胸筋をね、大きくしたり強くしたりと考えている方たくさんいらっしゃると思うので、そんな方のためにこのね3点を意識して鍛えていただくと効率よく大胸筋を大きくできますよというコツをご紹介したいと思います。まず1つ目なんですけども、正しく体を動かせるようにコンディショニングを行うということなんですね。いろんな方がね、一番おろそかにしてしまうポイントなんですけども、大胸筋のトレーニングでは肩の関節を中心に上半身がまあ割と複雑な動きをするんでですね、肩を中心とした関節の位置が正しい位置にないと思うように大胸筋に効いてくれない。で、効かないだけならまだいいんですけども、ひどい場合は怪我をしてしまうということになってしまうので、まず正しい姿勢で正しいフォームでトレーニングができるかどうかということが筋肥大の効率を高めるために一番大事になってきます。特にベンチプレスを中心とした胸トレの種目で気をつけていただきたいのは、胸が張れてない方非常に多くいらっしゃいます。胸が丸まってしまって肩が前に出てしまうと、丸まるような形でですね、上げていると肩を痛めてしまいます。で、大胸筋にも思うように効いてくれなくて、肩とか腕ばっかり効いてしまう。で、そのまま一生懸命やってると最終的には肩を怪我してしまうということになるので、フォームローラーなんかを使って胸椎のストレッチですとか、大胸筋の内側にある小胸筋のストレッチなんかをこうフォームローラーでやっていただいたりとかしていただいて、肩の柔軟性を高める、で胸をしっかり張れるようにしていただくということが大事になってきます。ベンチプレスの、ね、動画なんかでもしっかり解説をしてるんですけども、肩はしっかり下げて動作をしていただく。肩が上がってしまうとこれもまた肩を怪我する原因になりますので、この2つを、ね、中心にしっかり正しい姿勢でトレーニングができるように意識をしていただくというのが大事になってきます。そして2つ目なんですけども、可動域を広く取るということにあります。特に筋肥大においてはなるべく大きくウエイトを動かしていただくというのが非常に大事になってきます。ベンチプレスなんかで、まあ、よく見かけるのが、重たいウエイトを上げたいがために一番上のところだけでちょこちょこ動かすようなベンチプレスになってしまっている方、まあ、たまに見かけるんですけども、ああいうやり方だと、まあ、重たい重量でできて楽しいかもしれませんが、残念ながら大胸筋の筋肥大という意味ではあまりですね、効果を発揮してくれません。なのでなるべく大きく、まあ、ベンチプレスであればしっかりバーが胸につくぐらいまでを目安にしていただく。ダンベルを使った種目なんかでも、まあ、それぐらいまでしっかり下ろしていただいて上げていくというのを意識をしていただくだけでも全然ですね、筋肥大の効率は違ってきます。ただしこの大きく可動域を取るというのもしっかり正しい姿勢が取れる、その範囲でなるべく大きく動かすというのが大事になってきます。これも肩が硬い人が無理に下まで下ろしていこうとすると、これ以上は下がらないというところから下ろそうとすると肩がぐーっと前に出ちゃうんですね。それでウエイトを下ろそうとしてしまうので、肩が前に出ると大胸筋から負荷が抜ける、まあ、それだけじゃなくて怪我をしてしまうので、しっかり胸を張って肩を下ろした、正しい姿勢がキープできる範囲でなるべく下まで下ろす、それ以上下ろさない、下ろしてしまって肩が前に出たりとか怪我をするようなフォームになってしまわないように、しっかりね、正しいフォームが取れる範囲で大きく動かすということを意識してください。そして最後3つ目なんですけども、筋肥大のね、3つのコツっていう動画でも紹介したんですけども、インターバル、休憩時間をしっかり取るということですね。まあ、筋肥大の基本はなるべくコンパウンド種目を中心とした、まあ、基本的な
トレーニングでしっかり重量を伸ばしていくということにありますので、トップ選手とかね、筋トレ YouTuber みたいにがむしゃらに追い込むというよりは、まずはしっかりとセット間の休憩時間、インターバルを長くとって、しっかり筋肉を休めた状態で次のセットに入っていただいて、重量を伸ばしていくということを考えていただいた方が効率よく大胸筋も大きくしていけますので、なるべくね、焦らずに十分に休憩時間、インターバルを取っていただいて、次のセットに入るようにしてください。はい、今回はですね、大胸筋を大きくする3つのコツについてご紹介させていただきました。他にもね、知りたいことがあればコメントをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。